こんにちは、タクマットです。今回は2002年のザ・マットカプセルマーケットについてお話をしております。今回は後編の動画になります。後編はですね、まず6月からになるんですけれども、まず15日にジョジョカの横浜ベイホールのイベントにですね、京野さんが参加したみたいですね。で、同じく26日にジョジョカのこれインベードって読むんですかねに京野さんが参加したみたいです。そして7月に入りまして10日なんですけども、マット史上初のライブアルバム020120って読むんですかねが発売されてます。これがねこのアルバムなんですけど、これ本当にすごいかっこいいアルバムで、何回も聞いたんですけども、もうライブのね臨場感ガンガン伝わってきてね、すごいいいアルバムだと思います。で、まあこのアルバムにはこのようなジャケットと同じステッカーがついてきてて、でこれがアルバムのポスターになります。でこの頃またですね、ワープでこのようなですね、この時のポスターみたいなものがついてきたりとか、こういうね記事のかっこいいですね、こういうのがついてきたりしてます。そして同じくこの頃ロッキンオンジャパンで7月号に EU ツアー2002のレポートとオズフェストのことについてのたけしさんの2万字インタビューということで、マットが表紙のロッキンオンジャパンが販売されてます。そして8月に入りまして17日ですね、ライジングサンロックフェスティバル2002にマット出演してます。今回はシークレットではないですね。でこの時に販売された T シャツが、この日限定で販売された T シャツがこちらになります。このやつかっこいいですよね。こう側面にもね柄が入っててすごい僕好きですね。そしてですね、まあこの2002年の中では僕的にはいよいよって感じなんですけども、9月3日に代々木公園にて、ね、フリーライブが開催されてます。これ本当にね楽しいイベントでしてね、もう本当に当時のこと今でもねすごく覚えてるんですけども、まずねこちらがこのフライヤーになるんですけども、マットとバルザックとレンチの3バンドで行われたフリーライブでして、でねここに書いてある通り、渋谷都内某所にて決行と、で情報の詳細については下記の URL にて2002年9月1日 AM 0時0分に発表っていう風に書いてあるんですけども、これまあ代々木っていうのもあるし、まあおそらく代々木公園のねあの野外音楽堂なのかなっていう想像できたことがあって、やっぱりそうだったかっていう感じはねすごいしましたけどね、本当にね楽しかったですね。でここにもある通りこの T シャツがね販売されますっていうのもありまして、でこの T シャツもですねタワーレコードで販売されたんですけれども、ものすごい行列できてて、で結局僕もその行列なのでこの2枚買ったんですけれども、こちらがマットのその時の T シャツなんですよね。裏はこういう風になってます。でこっちはイベント T シャツって形、表面はこういう風になってて、裏面にマットとレンチとバルザックの3バンドのロゴが入った T シャツになってます。でこのライブ約1万人ぐらい動員したらしくって、一発目にバルザックでレンチマットっていう形で出演したんですけど もうマットはね1時間ぐらいライブやってくれたみたいで、まあ、セットリストこういう形になってて、結構ね珍しい曲とかもやってるなっていう印象でしたね。完全にもうお祭りっていう感じの一日で、ほんと一日中楽しかったですね。しかもねこの3バンドのライブが無料で見れるなんてね本当に最高ですよね。そしてその後9月の25日から10月の18日までは 020120 ジャパンツアーっていうのがですね開催されてまして、全10公演のツアーになります。で、ね、これが CCC のオリジナルチケットになるんですけども、かっこいいですよね。僕はこれこの初日のクラブチッタ川崎と最終日の赤坂ブリッツに行きましたね。両方ともすごいかっこよかったです。でねこれセットリストこちらなんですけれども、これ初日の方ですね、クラブチッタ川崎は6曲目にいきなり神歌が来たんですよ。で僕のテンションもうおかしくなっちゃって、もう神歌来んのって、この後どうなんのみたいな、すっごい楽しいねライブでしたね。もうすごい暴れまくりましたね。これはフライヤーが一応こちらになりますね。これは後に販売される DVD のフライヤーでもあるんですけども、裏面がこういうこの時のツアーのスケジュールが載ってるものになります。この時販売された T シャツがこちらになりますね。これがツアー T シャツになります。でこの時にはこのようなステッカーセットも販売されてますね。でこれでねこういうタオルも販売されてます。これもねマットのタオルがすごい久しぶりでのものになりますね。でこの時パーカーも、このツアーは初日からパーカーが販売されてまして、ここに載せておきます。そして本当は9月26日に販売される予定だったものが、まあ、こちらの DVD なんですけども、これですね、この DVD は、まあ、ライブ DVD の020120、10ツアーの最終日、ZEP 東京の公演が入ってる映像なんですけども、ちょっと中に映像不良が見つかったみたいで、1ヶ月ほどですね、伸びてしまって、10月26日に販売になったものになりますね。これ、本当にね、かっこいい DVD ですね。もう何回見たかわからないですけどね。で、この DVD には、このようなですね、トレーディングカードが実はついてきまして、初回版についてきたのかな?ついてきましてですね。これ中に5枚のトレーディングカードが入っててですね。まあ、1枚こういうホワイトクラッシャーと、ブラックサイボーンと、チャイルドですね。これが入ってて、で、このエリカっていうのも入ってて、
で、このクローンドックっていうのも入ってるんですけども、これ実はですね、この5枚のうち1枚が映像じゃわかんないですけど、ちょっとキラキラホログラムみたいなカードになってるんですけれども、あの AA イコールの友達にも協力してもらって、このカードをいっぱいね、手に入れることができて、4枚はホログラムカードを手に入れてたんですけども、残りね、このクローンドックだけですね、このホログラムカード持ってなくて、これも揃えたいなって思ってる次第でございます。で、その1ヶ月ほど販売が延期した時のお詫びとしてですね、こういうステッカーがね、後日送られてきた記憶がありますね。で、この DVD を販売を記念して発売された T シャツっていうのがありまして、この T シャツになります。この黒と白でちょっとねデザインが違う T シャツになりますね。で、さっきちょっと話し忘れましたけども、ライブ CD の方の発売記念 T シャツっていうのもありまして、こういう T シャツがあります。そしてちょうどこの頃ですね、前衛でオールザタイムインサニービーチとグッドガールのこの7インチレコードっていうのがね販売されてるんですよね。これちょっとレアで限定500枚で販売されてて、向こうでしか買えないものなんですけども、たまたまねディスクユニオンでこれね見つけて買えたんですけども、まあこういうちょっとコレクターズアイテム的なねものもありますね。裏面はこういう感じになってます。で、これと同時に教えたインディストーションの全米版の CD が販売されてまして、これ中にですね、教えたインディストーションの DVD がですね、6曲分システマティックも含めて全部まるっと入ってるお得な CD になりますね。そして11月なんですけども、アメリカツアーですね、2002っていうのが開催されてまして、全4本ですねライブをやってます。サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨーク、ブルックリンでやってまして、5度目の渡米ライブっていうことです。で、これまず11月14日サンフランシスコスリムズっていうところで650人ぐらい動員できるところでライブやってて、で15日にロサンゼルスのウィスキーやゴーゴーでライブやってます。で、その後19日ニューヨークのドンヒルズっていうところと、20日にマンハッタンのノースイックスっていうところでライブやってまして、この時のアメリカツアーの T シャツっていうのがこちらになります。これも裏面もね、ブラックサイボーンが乗っててかっこいいなと思いますね。で、このライブは前半のロスとかサンフランシスコのライブはね、すごく良かったらしいんですけど、ニューヨークのライブに関しては、ちょっとまだね、様子を見てる感じっていうことで、まだまだこれからだなっていう風な形で記事に書いてましたね。そして最後ですね、12月なんですけども、26日から2003年の2月3日まで受注受付という形で、こちらですね、このポチのソフトビニール人形がですね、販売されてるんですよね。これすごくね、よくできてますよね、こういう形で。今でも気に入ってるんですけども、これ1体6800円で、メリコムトイから出てるんですけども、まあ、発送の方は2003年の4月ぐらいにされてるんですけども、もうね、こういうおもちゃもね、マットはいっぱい出てて、コレクションしがいがあるなって思いますね。でね、この時の、これ僕プリントアウトしておいたんですけども、購入画面みたいなのもね、残ってまして、こういうのがあったりとか、こういう風にね、こういうのが販売されますっていう記事になってます。ということで、今回は2002年のザ・マット・カプセル・マーケットについてお話をしてみました。次回は2003年のマットについてお話をしようと思います。ご視聴ありがとうございました。高松でした。